イザベラ・バード「日本奥地紀行」など読み直してみる時折日本の長官図や絵地図を描くことがあり昔の地図や古地図を当たることが多い古い日本の写真や版画を当たっているとシボルトの資料はもとより日本美術の流れに登場するチャールズ・ワーグマンやジョルジュ・ビゴの作品にたどり着きスイスの時計師匠エメ・アンベールの「 絵で見る幕末日本や病を抱えながら日本朝鮮中国などなどを歩き記録したイザベラ・バードの日本奥地気候や朝鮮気候が役に立った最近イザベラ・バードの物語が漫画になっていることを知ったササタイが不思議の国の国バード。現在1から7まで出版されまだ連載中であるイザベラ・バード 通訳ガイド、伊藤鶴吉、共に美男美女に描かれている。今に続く歴史は選達によって導かれている。